あ、いた。どうも、こんなところに。話せない。ごきげんよう。ごきげんよう。本に囲まれたこちらのエントランス、あなたはどう思われますか？好きや。それは良かったです。数年前私がリノベーションのデザインをさせていただきましたので。デザイナーさんだってあるんですか？建築家さん。人の目も耳も多い。どこか秘密のお話ができる静かな場所ご存じないですか？あったっけそんなとこ。カチャ。あ、俺の部屋。地質にほぼ開けてますけど、この部屋。ここがチャンピオンテラゾが生活している寮の部屋。普通です。時間割り書いてある。チャンピオンとしての素質はこちらで培われたのでしょうか？ほとんどいませんでした。はい、いっとこ入って。いえ、そういえば寮には最近入られたのでしたね。近々ご実家にもお邪魔させていただくやも。さて本題に入りましょう。ジムリーダーたちを視察したそのご報告をお願いいたします。チャンピオンテラゾから見て一番戦いやすかったジムリーダーはどの角だ？戦いやすかった、なんでもええわ。もう、楓でええよ。楓さんですね。では、一番印象に残ってるジムリーダーはどの方ですか？ハイダイ。いいこと言ってた、ハイダイは。一番苦戦したジムリーダーはどの方ですか？別に苦戦とかなかったな。なんも苦戦なかったけどな。なんもなかったけど、なんじゃもってことにしとこう。ほう、なんじゃもさん。それでは、最後に一番大事な質問です。あなたが一番好きなジムリーダーはどの方ですか？え？コルサでもいいんだけど。なんじゃもでもいいんだけど。青木さんかな。ライムも好きだけど、青木さん好きだよ。青木ですか。以上で質問はおしまいです。ありがとうございました。チャンピオン寺蔵の視点大変興味深かったです。これなんか意味あるんですか？王者の印だ。持ってるけどね。高いものだからね。あなたのおかげで私のスケジュールにとても余裕が感じられてきましたので、校長室でお話しした大会はぜひとも参加させていただきますよ。はあ、マジっすか。ありがとうございます。お疲れでしょうから本日はゆっくりとお休みください。よかった。早くこうな、もう夜やんけ。夜かこれ。夜に見えるが、校長室に行けばいいの。休むの。何何何、や、強制休み。何が起きるんだ。一週間後、ネモの働きやポケモンリーグの協力によりポケモン勝負の大会が開催される日になった。はあ、そうっすか。うえ、なんだ、誰だ、ネモか。あ、テラゾ。っていうか、ノックも何もなしに勝手に入ってくんなよ。おかしいだろ今の。ギリギリなんとか学校最強大会開催の準備が整ったよ。あ、大会の名前ね、学校最強大会にした。わかりやすいでしょう。ペッパーがバトルスクールウォーズがいいって言い出して、クラベル先生が気に入った時はさすがに困っちゃった。どっちでもええわ。心の準備バッチリ。あ、できたよ。何、もうすぐ行くの？お腹の底からいい返事。出てきた。決め台詞なのか。残念ながら私は運営で裏方に回るから実際戦えないんだけどね。テラゾーの強さ、客観的に研究させてもらうよ。あら、そうなの。受付に集合。四国？全然見えとらんかった。来たね、テラゾ。学校最強大会に出場するにはスタッフさんにエントリー申請するの。あれ？いつもの方。兄弟ですか、あの人の。学校最強大会のルールは生徒や先生、どなたでも参加できる勝ち残りランダムマッチです。はえー。誰が対戦相手かわからん。一度でも負けると敗退し、以降の試合には出場できません。つまり勝負を続けて最後まで残ったただ一人こそが学校最強のトレーナーとなるのです。そうですか。4回くらい勝てば優勝。4回くらい勝てば。8人しかエントリーしてないの。4回ってことは。いけるやろ。舐めきってるからな。はっきり言ってチャンピオンランクですから。楽勝です。ゲンガがベロベロしとる。なんで笑って見てんだよ、こっちのこと。お前何の役に立ってんだ、そこにいて。ベロベロじゃないんだ。さあ、誰と戦えるのかな、楽しみや。結構かかるな。おおおお、なんかいっぱいいるわ。先生いっぱいいる。
ジニア先生とか何使ってくるんや。グレープアカデミーより新たにチャンピオンランクの生徒が誕生しました。わいや、ガハハ、マジ、いやもう知れ渡ってると思ってた。わーわー、いいぞよチャンピオン。在学中の偉業達成、非常に喜ばしいことです。本大会は生徒会長のネモさんがご友人である新しいチャンピオンを祝福するため企画してくださいました。本日は新チャンピオンの強さを皆さんに知っていただくとともに、ワンチャンワンチャン強い人、普段その実力を表に出してない生徒さんや、生徒で戦えるやつおったっけ、つわものぞろいの生徒方にも先生方にもご注目いただければと思います。え、それでは学校最強大会バトルスクールウォーズ、おい、そのポージング開始です。あいついたけど。それでは第1回戦注目のカードは、刈り上げの人いたけど、ペパーかい。肩書きの差が笑っちゃうレベルちゃんだな。寺蔵、俺がエントリーしててびっくりしたろ。びっくりした。そのリアクションが見たかったぜ。俺エディアゼロで自分の力不足を思い知ってさ、マフィティフたちと隠れて猛特訓してたんだぜ。おお、ペパーいい子だな。だから今日はマグレでもカーツ、ピリッと味変、新生ペパー、ご賞味あれだぜ。もうちょっと違うんだ、違うので来る。ちょっとペパー負けたからな、一回。負けたのペパーだけなんじゃなかったっけ。あれ、誰かに負けたっけ、他に。ムーマージ、うわー、まあ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 、いいか。欲張りに行くぜ。以前は、鬼火で、なんとかした、組み合わせではある。鬼火、アイテムとかさ、一切さ、今まで、相手のトレーナー使ってきてないと思うんだけど、今回もそんな感じなのかな。欲張りスの自信を受けないのはいいことだ。ただサイコファングがいて。ああ、まあそんな大したことね。いいぞ。これなら勝てそうだ。ただまああんまり効果的なダメージ要素はなさそう。まあまあ、パワージェムでいいか。特攻下げても仕方ないもんな、多分。あ、たたり目で、たたり目だ、ダメだ。どうせ通らん。ゴーストだから。ああ、2発でやれるやん。いや、急所に当たっただけか。いや、まあさすがに2発でいけるか。優勝 1.5 倍だからな。3分の2になったとしても抜けるでしょう。正直なんか積みたいところではあったが、欲張りすの後は何だろう。変わってないんだったとしたらスコビラン来るか。スコビランね、スコビランか。草炎だよね、草炎ね。バークオーンとか、ぶっちゃけ照らせたら切っちゃってもいいぐらいな気がするけど、効果抜群でハンマーだったら抜けないだろうか。いやー、抜くんだ、すごい。ドカーン、どうや、取ればいいの。すがーん、コンパアタック、ドカーン、楽勝だった。最後は本気主だから来るのかな。うまじ、もうちょっとレベルアップ。うん、強くてかっけえ、自慢のダチだぜ。ありがとう、立ててくれて。アメ舐め始めちゃった、あまりに楽勝だから。勝った、息子やるじゃん。初戦からすごい戦い、チャンピオンの力って強え。悔しいけど誇らしいぜ。俺もジムとか回ってみるかな。俺の分まで2回戦も頑張れよ。うん、ジムもあらずに何することあるんだよ。ジニア来たー、生物教師。どうもどうも、寺蔵さん。いやー、宝探し中にチャンピオンになっちゃうなんて本当にすごいですね。チャンピオンランクが2人もいるクラスの担任、ちょっとばかしプレッシャーがありますが、生徒に負けないように先生も頑張らないとな。さーてさて、準備はいいですか。いいところまで行けたらいいな。さあ、何使ってくるんだろう。なんだその服は。ジニアが勝負しよう。ランタンみたいな服しやがって。ウィンディ、ウィンディ、炎か。なんだっけこいつ。自分らしく伸び伸びと力を発揮してくださいね。まあ威嚇は問題ない。
普通に効果抜群のパワージェムを切るか、それとも鬼火で一旦あれしてからたたり目で仕留めるか、まあ悩ましいところではあるが、まあスピードは勝っているだろう。おそらくパワージェムで一発で抜くのはなかなか厳しいんじゃないかな。鬼火からのたたり目の方考えてみよう。なんだって、なぜだ。あ、炎だから。バカチンか俺は。アホ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 。反動によるダメージが俺の助けとなってパワージェムで抜けないだろうか。頼む、抜けろ。ズバーン。よし、よかった。反動がなければ多分耐えられてるかな。炎タイプには鬼火は効かない。初めてのあれだ。ラランテス、天の尺みたいなやつだったっけ。ちょっとこのままだとやばいな。まあ小判は出したわけだし、まあコンパで終わりよ。何、まさか耐えるだと。辻斬り。しかしもうバコンパしか使えない体になってしまいました。残念。なかなかやるな、一撃に耐えるとは。まさか耐えるとは思わなかった。バンバトロって誰だっけ。あー、馬か。地面だな多分。ドガーン。1.5 倍になればさすがに抜けるで。わあ強いですね。育て方にコツがあるのかな。うん、ジニアは別に特定のタイプのポケモンを使ってくるわけじゃなさそうだな。ワークアウトは効果抜群だが、どうバック音波の方が威力は出るのだ。結局エネルギーを注ぎ込みます。いわゆるテラスタルです。やめてね、変なテラスタルにするのは。ジニア先生いいキャラだよな。いい先生。頼むで。エスパーね、オッケー。これなら耐えることはないはず。いや、特防高いのかもしれんな、力記念。どうだ、ここまで削れる。まあ削れたわ。倒しちゃったね。ワンサイドゲームだったな、完全な。すまんな、ジニア先生。これ PB 戻んのかな、一戦ごとに。ひょっ、なんじゃそりゃ。わあ、よくできました。ちょっとコメントがよくわからんが、まあいいだろう。褒めていただきました。やったー、参った参った。テラゾーさん強いですね。自信に満ち溢れていて、僕より先生向いてますよ。ジニア先生、そういうこと言うな。校長先生怒ってる？ちょっと怒られてきます。次も頑張ってくださいね。何何？いよいよ第3回戦。残るトレーナーはあと4名。何で怒られてたんだ？あ、木原先生だ。格闘家。オース転入生？学校最強大会バトルスクールウォーズ最強を決める戦い。腕が鳴るな。バトルスクールウォーズの方に触れてんじゃねえか。ここは私の強みを最大限活かせる場。このような大会が開かれるきっかけとなった転入生に感謝だ。転入生、いや、チャンピオン寺蔵。教師として生徒は導いていきたい。反面バトル学教師として負けるわけにはいかない。悪いが本気を出させてもらうよ。いいことだ。なかなか強そう。おお、気合入ってるな。よっ、そんな投げ方。パイレーツ。パイレーツか。ノーマルだな。うん？これだとお互いのタイプ的にはまあどっちも無効化されてしまう感じだから、まあ基本的には特攻じゃなくて普通の攻撃タイプだよね。そうなるとあんまり向いてるあれがないな。格闘タイプで攻撃してくると見て、鬼火を振って鬼火だけ当てて交代してもいいかな。いきなり交代してもいいんだろうか。とりあえず鬼火だ。これは効くやろ、さすがに。はい、燃えた。かわいい隊列、ぴょこぴょこしてて。最初ムカデみたいに見えるけどね。思念の頭突き、エスパーか。まさか思念の頭突きしてくるとはな。ただこっちに有効打があまりない。たたり目も効かないと。あ、効くのか。なんで効くんだ、相手ノーマルじゃないの。え、パイレーツ、パイレーツにたたり目って効かないよな。あれ、格闘かこいつ。タイプ
じゃあたたり目でいいや。ノーマルだとばかり勘違いしてた。まあ鬼火たたり目よかったんじゃないか。ケンタロス、そうかそうか、まあ基本格闘タイプなのか。ケンタロスも格闘なのかな。ってことは格闘は普通にゴーストでなんとかできるからな。なんか特に属性とか持ってなさそうなタイプが多いな。鬼火たたり目ひたすら打ってれば勝てそうな気もしてきた。何？外しちゃう。そうですか。レイジングブル、炎タイプ攻撃。なるほど、鬼火外したのきついな。さすがに鬼火だと死んじゃうか。こっちがちょっとダメージあんま見てなかったな。ちょっと死にそうだからやめとこ。またレイジングブルを放ってくると見て打診。おお、避けちゃう、避けちゃう、避けちゃう。まあ冷や水でいいな。うわー、地震打ってきやがった、うぜー。まあでも大丈夫か、ヤドランは地震大丈夫なんだから。地震スピード負けてんな。しかし地震の威力もちょっと下がってるだろう。よいしょ、体力減ったら怠けりゃいいんだ。ルチャブル、ルチャブルってなんだっけな。あー、飛行か。何来るか分からんけど、結構炎和系の技も使ってきそうな気もするし、悪くないかも。まあ冷凍でいいか。早い。これなんだ、何攻撃。緑色だったけど草っぽくはなかった。効果抜群、やったね。早い、敷いてー。ダメージで下げとこう。攻撃下げて、痺れなかったから怠けるが、怠けるでいける。頼む、痺れるな。ヤドランピンチで泣きそう。その時、そして怠ける。怠けとる場合かーってなるけど、冷や水で封殺していこう。あ、そんなことしなくても威力高い技使った方が良かった。その方が倒せたわ。しまった、ちょっとこれはなめんぽをしてしまった。いや、ミス。まひんなよ。よし、出たわ。まだか、まだ来んのか。このまま戦おう。違うケンタロスかな今度は。ケンタロス好きだな。ケンタロスの威嚇は通らん。まあ意味ないけど、どうせ攻撃。あと二人いるじゃん、よく見たら。先に怠けた方がいいかな。やられる気がするし。インファイトか、やばいかも。かなりのダメージ。まあでも相手の防御下がるのはでかい。ドラマはずっと泣きそうです。でも怠けりゃいいのよ。基本的に相手特殊攻撃使ってこない、特殊攻撃、特殊使ってこないから、そこは楽なとこだな。いや、水で物理受けのポケモン出しとけばなんとかなるみたいな。効かないね、そんなもん。大したことないね。サイコキネシス倒しちゃった。やるな転入生、ガゼン闘志が湧いてきたぞ。結構炎、格闘系は炎を使ってくる場合が多いのかな。まあ、パンチ技でいろいろ属性持たせてくる可能性もあるか。サイコキネシスやりたいのは山々なんだけど、サイコキネシスやります。昨日の自分を超えていけ、明日に向かって押す。今ここでテラステル使うと決勝で使えないとかあるから、あんま考えてなかった。あっちからテラスタル切ってるけど、これは別にスピードがあっちが速いというわけではないと信じたい。耐えてくれ。ストーンエッジか、痛そう。大丈夫、大丈夫でした。全然こっちの弱点つけないやないか。そっち最高気がしいです。よし、通った。なんとか勝ちました。あー、じゃあ、あはは、研ぎ澄まされたオスを感じたぞ。
押す。いい笑顔だ。さて、悔しい、乾杯だ。だが得るものは大きかった。圧倒的成長だ。意外かもしれないが、大人も日々学んでいるんだよ。でないと子供に勉強しろと偉そうに言えないだろ。対戦ありがとう。優勝を目指して。押す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 。最強の名を奪い合うか。最後のトレーナーは大高来るんじゃないの。当然そりゃそうよ。本大会、大会の特別ゲスト、トップチャンピオン大高、ごきげんよう。決勝戦であなたとお会いできると思っておりました。研鑽された力と力、それらがぶつかり合い人々を熱狂させ魅了する。私が想像する理想の世界に非常に近い状態です。ポケモンリーグ委員長としてもアカデミー理事長としても非常に満足しております。この場で私たちが高め合えばさらにシナジーを生み出せる。さあチャンピオンテラズを人々をさらなるステージへ導くため、トップチャンピオンの力振る舞いましょう。振るいましょう。なるほど。ただボコボコに、俺が君をボコボコにした場合はどうなるかな。ポケモンリーグの地位は地に落ち、この世界に混乱が。二人の力で皆さんを導きましょう。さてテラスタルは結局切れんのかな。あ、切れはするんだ。なるほどね。さてクエス、クエススピード上がったりする効果ないかな。大丈夫かな。マジカルフレーム打ってもいい気がする。鬼火なんてする必要なさそう。当たり目で一発でやれなそうな気がするからというのもある。マジカルフレームからダメージ見て次たたり目でやるみたいな。スピードはおそらく勝ってるからこっちのダメージを減らすのが優先でもいいんじゃない。どうせ一撃じゃやれんやろ。むーなかなか、まあ、たたり目でいけそう。うわー、アルミナコリジョンはまあ一回下げてるからまあいいっしょ。特防下がったのでかいな。たたり目でいけると思うけどな。威力は俺の 1.5 倍。あーちょっと厳しいか。いや2倍になるのか。じゃあいけるな。威力的には足りてると思う。ババーン。よし。オッケーオッケー。肌感でいけました。でもあんまりムーマージでこのままいってもな。ドドゲザンか。ドドゲザンそんなスピード速くない。でも鋼タイプだと思うから。鋼アークだから。そっか、そうなるとバコンパでなんとかしようと思ったけど厳しいな。スピードはまあ確実に勝ってないからいきなり飯食ってもいいかもな。いやー、いきなり食ってもあれだから、こっちあっちが攻撃してこなかったら最悪だから、蓄えるをしてみるかな。多分蓄えるあんま意味ないような気もするな。まあ、いっか。攻撃力上げてもね、あんま意味ないんだよね。痛い。加えた。どうせボディープレスで攻撃するからよ。防御1上げて。あ、特防も上がるんだ。じゃあ、蓄える意味なくないな。蓄えるって、攻撃が、防御と攻撃かなと思ったけど、そんなことなかった。土下座は、命中安定の技。というだけだから。なんかあんまり対戦シーンで見ないんだよね。不意打ちを使ってる印象。まあ俺もあんまやって見てるわけ、そんなたくさん見てるわけじゃないけど、まあなんとかなりそうだな。ボディープレスでやれそう。ドドゲザンの方が、この前戦った時よりかなり防御に振り直したから努力値を。そんな踏みつけ方したら痛いと思うぞ闇。今だボディープレスケツにザブザクみたいな大丈夫かやみーってなる。クレベースを繰り出そうとしている。ポケモンを入れ替えますか。クレベースだったら氷って格闘できるよな。そのまま戦おう。ただ物理防御高いか。あんまりそれを侮っちゃいけないな。特殊で攻撃、特殊で潰しに行った方が良かったかもしれん。ただ相手も相手で多分やることないんじゃないかな。先に蓄えるしてもいいくらいでは。まあ、ボディプレスいいか。うわー、相手もボディプレスできた。
どうせ物理タイプだろお前も。物理受け対物理受け。アクワイル1回くらいじゃ多分倒してって言ってなかったから、まあいいか。あ、闇の方が早い。なぜ？あ、スピードも同じってことで、これ同値ってことかな。そうじゃなかったら攻守が入れ替わったらしないよね。スピード全く同じだった可能性があるな。ゴーゴーと、ゴーゴーとか、まあこのまま戦っていいんじゃない。もったいないしね、せっかく3段階上げた防御が。別にノーマルに対して強いあれ持ってないだろ。ボディプレスでいいような気がします。いてー、その技なんなん。回復するの時間だ。いっぱい溜め込んでも仕方ないかもしれない。 50% ずつ攻撃が上がっていくイメージだろうけど。ミガルーサ、ミガルーサは物理タイプだよな。そのままいけるんじゃない。特殊タイプ、特殊、あーでもエスパー持ってるのか。特殊攻撃してくる可能性あるか。まあ一応特防も1段階上げてるわけだし、型破りは特に関係ないやな。ミガル、あ、噛み砕くの方が強い。ボディプレス今一つだから噛み砕くやった方がさすがにいいか。さすがに噛み砕くか。はえー。そうか、格闘ってエスパーに弱いのか。仕方あるまい。まあ、こういう時のために持っている噛み砕く。アクアブレイク！どうだ？大して食らってない。防御が下がった。ちょっと困るな。えいえい。スピード勝ってないからな。急所に当たってこれか。まあ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 、いいでしょう。防御はそれでも2段階上昇してるから。うわー、急所に当たるとさすがにきつい。つまり、防御が上がった分無視された上 1.5倍当たってるってことだよね、急所って。急所怖え。キラフロールが出てくるか。テラスタル切ってくるだろうから、多分岩になるはずだな。ラストにふさわしい最高の勝負を飾りましょう。多分岩で攻めてくるかな。毒タイプは考慮しなくていいと思うんだよな。剣の舞やってデカハンマーがいいかな。それともデカハンマー単体でいけるか。いけるんちゃう。おらよ、回避一撃。しゃ、ほぼ完封。大体リスが何とかしてくれました。カルデアの未来は実に明るい。わーい、お金いっぱいもらえるわ。賞金やっぱりでかいな。学校最強大会勝者はなんとっていうか、すなわち学校最強のポケモントレーナーはチャンピオンテラゾーだー。うわー、やったー。テラゾー、テラゾー。それめっちゃテラゾーコールがジーンとはならん。別にまあ勝って当然だな、ふっみたいな感じ。ほんでこれによって何かが解放されたりするか。皆さんお疲れした。そんなこと言っとらん。どの試合もトレーナーとポケモンの絆が光る。目の離せない勝負ばかり。校長先生、話長いです。一人一人の個性を大切に未来を切り開く、グレープアカデミーの校訓が体現された素晴らしい大会でした。校長の話は長くなりがちなので、ひとまずこの辺にしておきましょう。おー、分かっとるな。特別ゲストの理事長、桃高さん、一言お願いします。うむ、トレーナーたちの切磋琢磨、お集まりいただいた方々の鼓舞激励、すべてがこの学校、ひいてはパルデア地方を盛り上げる最高のエッセンスだと感じました。チャンピオンテラゾーは最終テストよりお強かった。その立場に甘んじることなく己を磨いているのです。うむ、さらに強くなりたいという彼彼女たちの熱い躍動がパルデアの皆様にも伝道し、一人また一人と未来のチャンピオンが芽吹くことを私心よりお待ちしております。はい、桃高さん、ありがとうございました。これにて本大会は終了のつもりだったのですが、生徒と先生の交流にもなり、地域の活性化にもつながりそうです。よってバトルスクールウォーズって言ってる。これからも定期的に続けさせていただきます。ネモちゃん却下。表記上は校内最強大会。次は私も参加しようかな。やったー。次回はネモさんも出場してくださいね。はい、それでお金を稼げるって聞いたんやが、金策になるって。これにて第1回バトルスクールウォーズは終了です。次回もお楽しみに。
皆さんありがとうございました。そう思ったより人いねえな。まあさすがにこれ以上描画したらスイッチが落ちてしまうけど、思ったよりそんな人いなかった。すっかすか。まあええわ。お？どうした？一生おめでとう。なんか途中からみんなバトルスクールウォーズって言っててゾワついちゃったよ。確かに優勝商品スポーツキャップ。ああ、見た目がね。最後大騒ぎだったからクラベル先生私そびれちゃったって。学校最強の像はひとまずテラ像に預けとくよ。次回は私も参加するからうかうかしてらんないよ。せやな、スタッフさん新しい仕事が。テラゾがパルデアに来てくれてライバルになってくれて毎日が本当に楽しいの。出会ってくれてありがとう。こちらこそ。ニコ、なんだか照れるね。これからもいっぱいいっぱい勝負しよう。いいな。これ俺が女性のアバターを選んだからあれだけど、男の子だったらこれちょっと感じ方違ったな多分。メモちゃんのどうなんだろうこれ。この子は多分僕に恋愛感情抱いてるんだろうか、どうなんだろうかみたいな、そういうのあったかもしれない。ジニア、うるせえ。